同演タイロンウェイド・ジュニア。オールスター明け後から3月にかけては高得点を連発し、2月28日のニューヨーク・ニックス戦では第4球だけで24得点を挙げ、フランチャイズ記録を更新すると3月9日の48得点を記録したシカゴブルーズ戦で78試合連続2桁得点を達成したことになり、これもまたフランチャイズ新記録となった。 3月14日のユタジャズ戦では50得点10、リバウンド9アシストを上げ、あとアシスト1本で50得点とトリプルダブルという大記録を達成するところだった。さらにこの試合でアロンゾ、モーニングの記録を抜いてヒートの歴代通算得点1位となった。4月12日のニックス戦ではキャリアハイの55得点を上げている。 ウェードは30.2得点5.0リバウンド7.5アシストを記録し、初の得点王を受賞、オール NBA ファーストチームにも選出される。さらにシーズン通算2000得点500アシスト100、スティール100ブロック以上を達成した、NBA 史上初の選手となり、また6フィート5インチ以下の選手としては、史上初めてシーズン通算100ブロック以上を達成し、 史上8人目となる2000得点500アシスト150、スティール以上も達成した。チームも前年の大不振から立ち直り、43勝39敗を記録してプレーオフに復帰。1回戦ではアトランタホークスと対決し、第7戦まで戦った末に惜敗している。昨季の勢いを継続し、この年も、 個人では26.6得点4.8リバウンド6.5アシストと良い成績を残す。得点、アシスト、スティールがリーグトップ10に入り、チームの勝ち星も前年より4つ増やした。しかしこの年のヒートは完全な、ウェードのワンマンチームで、期待のマイケル・ウィーズリーらが期待に応えられず、プレーオフ1回戦でもウェードが古軍奮闘し、 第4戦は46得点と爆発したものの、独力では勝てず、チームはボストンセルティックスに1勝4敗で敗退した。多くの協力 FA が揃った2009から2010シーズンオフ、ウェードがマイアミに残留を決めた後に、レブロン・ジェームズとクリス・ボッシュの2人の同期の大物が相次いでヒート遺跡を発表したことで、マイアミに驚きのビッグ3が誕生することになった。 これで、スリーキングスが誕生した。隠してヒートは3人のスター選手を得ることになったが、プレースタイルがこむるウェードとレブロンの相性が悪いのではないかという疑念が持たれた。また、ウェードは自身の怪我もあり、調整不足でシーズンを迎え、開幕戦はボストンセルティックスと対戦することとなり、新キュビックスリー対決と注目されたが、自身の不調もあって、 なかなか活躍できず、レブロンとの呼吸も合わず、ベンチに下げられ敗戦した。なかなかチームも、不上のきっかけをつかめずに、大きな批判にさらされることになるが、ウェイドはこの間、ヒートが負ければ世界が平和なんだろうと発言して、物議を醸した。最終的には、順位も上げて、プレーオフに臨んだが、カンファレンスセミファイナルでは、セルティックスと対戦。 実はウェードはセルティックスを相手にこのシーズン活躍できておらず苦戦が予想された。しかしシーズン中とは一転、チームを牽引する活躍を見せて、セルティックスを撃破した。そして優勝した時以来となるファイナルに駒を進めたが、ファイナルでは相棒であるレブロンの不調もあり、ダラス・マーベリックスに苦戦を強いられた。そして第5戦の直前、風を押して出場していた相手エースのダーク・ノビツキーに、 対してレブロンと共に茶化す仕草をしていたことが報道された。結局シリーズは2勝4敗で敗れ、レブロンやボッシュの獲得した上での敗戦、前述の行為など大いに批判される結果となった。2011から12シーズン続く2011から12シーズン前年度のように、レブロンと自分のどちらがエースかと張り合っていては、勝てないと思ったウェイドは自らエースはレブロンに指名。 エースとしての役割を譲って自分は他の役割を探すこととした。その結果ボールを持つ時間は減ったが、オフボールでの動きが大いに改善、効率のいいバスケットを展開するようになった。順調に勝ち進み、プレーオフに進出したが、カンファレンスセミファイナルではインディアナペイサーズに苦戦することになる。もともとビッグマンの多いペイサーズに対して、 サイズのないヒートは相性が悪く、この試合でのエイドは怪我の影響もあってか集中力に、ムラはあり非常に不安定であった。そして、シュートタッチも非常に悪く、試合中にエリックス・スポールストラヘッドコーチとい合い止めに入ったジュワン・ハワードにも食ってかかるという一面が見られた。しかしすぐに、スポールストラと話し合い問題を解消。本人は、これが初めてではないし、 最後というわけでもないと発言して、第6戦では41得点10リバウンドと活躍した。そしてファイナルではオクラホマシティサンダーと対戦することとなった。このシリーズでは好成績は残すもののターンオーバーを多く許したり、FG% パーセントはいまいちと調子が上がりきらない部分はあったが、スリーキングスが発足して初の栄冠に大きく貢献するとともに、 自身2個目のリングを手にした。2012から13シーズン王者として迎えた2012から13シーズンはよりレブロンのチームという風潮が強くなったが、オフボールでの動きがさらに良くなるとともに守備での貢献も高く、トランジションもさらに強力になった。往年のようにボールを持ってドライブで切り崩すことは減ったが、非常に効率が良くて FG% は50%を超えた。 また、今までウェイドは、怪我が多くて、特にファイナルまで進んだ翌シーズンは、怪我に苦しみ欠場が多かったが、例年に比べて安定したパフォーマンスを示した。しかしプレーオフに進んでからは、怪我の影響が大きく出て、次第に存在感がなくなっていった。特に、カンファレンスファイナルではその傾向がさらに顕著になり、第一戦では四九終番に、貴重なゴールを決めたもののオーバータイムでは、 ポール・ジョージの 3P に対するファウルで、ファウルアウトになるとともにチームを初戦敗退の危機に追いやった。その後も調子が上がらずユドニス・ハスレムや、クリス・アンダーセン、マリオ・チャルマーズなどの方が活躍している印象もあり、第7戦の直前には、自分の役割に対する不満を漏らし、自分やボッシュはもっとできる。もっとボールが欲しいと、レブロン批判とも取れる発言をした。 結局その後は活躍したものの、ファイナルを前に不安を残した。ファイナルでは、サンアントニオ・スパーズと対戦、レブロンやウェードのペネトレートを徹底的に封じる作戦を立てたスパーズに対して、ウェードも苦しめられた。また、前半では活躍するものの後半では怪我の影響か、失速する様を見せた。しかし第4戦では爆発、チームを牽引する活躍を見せるとともに、 今まで調子を落としていたレブロンが復活するきっかけをも作った。第7戦でも好調で独特なリズムから放つジャンパーが非常に当たっており、セレクションが悪いのではないかとも思われたが、そのシュートがことごとく決まっていた。そして3年連続ファイナルに進出するとともに連覇を果たして3個目のリングを手に入れた2013から14シーズンチャンピオンチームとしてレギュラーシーズンでは、 安定した成績を残し、カンファレンス2位で、プレーオフに臨んだ。ファーストラウンドでボブキャッツをスイープし、その後ネッツ、ペーサーズを破り、順当にファイナルに進出した。ファイナルで待っていたのは、去年のリベンジに燃えるサンアントニオスパーズだった。3連覇のかかったファイナルだったが、スパーズの流れるようなパス回しに対応できず、ウェード自身もペネトレートを徹底的に封じられ、 本来の実力を発揮できなかった。結局1勝4敗で敗れた。2014から15シーズン2014年7月11日、レブロン・ジェームズがフルス・クリーブランド・キャバリアーズと契約し、前世を誇っていたスリー・キングスは解体。自身とクリス・ボッシュらは再契約したが、シェーン・バティエは現役引退を表明。レイ・ア・レンもヒートと決別するなど、 激震に見舞われ、チーム再編を余儀なくされた。レブロンが抜け、公主両面での負担が大きくなり、欠場試合も多く、チームは、なんとか、プレーオフ圏内に踏みとどまっていたが、終始勝率5割を切る苦しい戦いが続き、37勝45敗で2008年、以来のプレーオフ不出場となった。2015から16シーズン2015年7月2日に、1年2000万ドルで、 再契約した。2016年7月6日、シカゴブルズと2年4750万ドルの契約を結び、故郷シカゴに外旋。ウェードをめぐっては、全所属のヒートをはじめ、デンバーナゲッツ、ミルウォーキーバックスなどが契約に乗り出していたが、最終的にブルズと契約。13年間プレイしてきたマイアミヒートを離れ、 地元チームでの NBA チャンピオンを目指すことになった。2016から17シーズン開幕戦となったユナイテッドセンターでのボストンセルティックス戦で、ウェードは22得点を記録し、チームを牽引。105から99の勝利で、ブルズデビューを飾った。しかし、加入1年目は、レージョン・ロンドラチームメイトとの関係構築に、苦しむなど、期待外れのシーズンとなり、 さらに2017年3月に右肘を骨折する重傷を負い手術を余儀なくされたが4月9日のブルックリンネッツ戦で復帰しプレイオフ進出に貢献したしかしシーズン通してチームメイトと対立するなど不本意な形でシーズンを終えたそして9月24日ブルズとの契約解消に合意した2017年9月26日 クリーブランド・キャバリアーズと1年230万ドルで契約。再びレブロン・ジェームズとプレーすることになった。その後、自ら先発自体を申し出て、シックスマンとしてチームの流れを変える役割を担っていた。2018年2月8日、将来のドラフト二巡目指名権とのトレードでマイアミ・ヒートに移籍した。ヒート復帰以降は93試合。 中現役最後の2試合を除いて、シックスマンとしてベンチから出場していたが、2018から19シーズン限りでの引退を表明していたこともあって2019年の NBA オールスターゲームではダーク、ノビツキーとともに特別枠で選出された。現役最後の試合となった2019年4月10日のブルックリンネッツ戦で通算5回目のトリプルダブルを記録。 37歳以上での同記録は史上6人目であった。2020年2月22日にヒートでの背番号3が永久欠番に制定された。2004年アテネオリンピックの米国代表チームの一員に選ばれる。オリンピックでは他の NBA1 年目選手より比較的長い出場時間を与えられ、チームは銅メダル獲得したものの満足のいく結果には、 至らなかった。2006年、チームの主力選手の一人として、日本で開催された、バスケットボール世界選手権に出場した。ウェードのプレーは、日本人監修を大いに沸かせたが、アメリカ代表はまたもや銅メダルに終わった。2008年、自身二度目のオリンピックとなる、北京オリンピックバスケットボール競技では、悲願の金メダルを獲得した。決勝のスペイン戦では、 前半重要な局面でシュートを決めチームを救った。2007から08の故障から完全に復活し、大会を通して MVP 級の活躍を披露した。高速かつユーロステップを交えた自在なペネトレートが持ち味の攻撃的ガード、コンボガードの典型であり、特にシューティングガードで才能を発揮する。マイアミヒートの3度の優勝を支えてきたフランチャイズのエースであり、 得点王の獲得経験もあるリーグ屈指のスコアラーである。強靭な肉体は空中戦で進化を発揮し、ペネトレートとジャンパーを中心に得点を量産する。非常に勝負強く2006年ファイナルで平均34.6得点を記録し、マイケル・ジョーダンを彷彿させる決定力を見せた。 シューズを履いて 192cm と NBA のシューティングガードの平均 194cm に比べ低身長だが逆に体重は 5kg ほど重く体脂肪も一桁である機体抜かれた肉体から生み出される身体能力は高く 80cm を超える高い跳躍力と 210cm のウィングスパンから平均 2m を超えるディフェンダーに対して繰り出される ダンクシュートも魅力の一つである。アウトサイドシュートの安定感の欠如からペネトレートに偏りがちなため、負傷が多い。b, b a s k e t b a l l r e f e r e n c e c o m b a s k e t b a l l r e f e r e n c e c o m ありがとうございます。